活なさったイエス様がガリラヤで弟子たちに笑われになってから、弟子たちは再びエルサレムへ戻りました。そしてイエス様はそこでもう一回彼らにご出現なさいました。イエス様の復活の後で40日目の木曜日でした。最後の晩餐の時にイエス様は天国へお上りになってから弟子たちを強めるために聖霊を使わすことを約束なさいましたが、今度は聖霊がお下りになるまでエルサレムから離れないようにしてくださいとおっしゃったのです。それからイエス様は次のように弟子たちに呼びかけられました。私から兼ねて聞いていた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は数日のうちに聖霊によって洗礼を受ける彼である。聖霊があなた方の上に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレムと全ユダヤとサマリア及び地の果てまで私の証人となるであろうとおっしゃいました。イエス様はそうおっしゃってから弟子たちをオリブの山の頂上までお導きになって、その山の上から天国へお上りになりました。その時の様子は聖書には次のように書かれています。イエスは弟子たちの見ている間に上げられた。人群の雲がイエスを包んで見えなくした。イエスが登って行かれるとき、彼らは空を見つめていた。すると、その時突然、白い衣をまとった二人の男、つまり天使が、彼らのそばに立って、ガリラヤの人たちを、なぜ天のはおいで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられた、あのイエズスは、天に昇るのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろうと言いました。弟子たちは大きな喜びでイエス様の母マリア様と一緒にある弟子の家で祈りながら聖霊がお下りになるのを待ちました。